いや、炸裂しましたね、口笛がね。これもっといい感じでこの CD に入ってるんでね。気になる人はちょっと買ってほしいなと。今日ですね、チラシみたいなものを作ってこなかったんですけど、一応さっきルーズリーフを引き裂いてですね、引き裂いた中にこう名前とですね、ツイッターコミュニティホームページとか書いた紙を作ったんでね、まあよかったら僕が呼んだお客さんじゃない人もらって帰ってください。ちょっと人に逃げられちゃいましたけども。次はですね、僕の曲が5曲ばかしカラオケに入ってるんですけど、そのカラオケに入ってる曲をですね、ちょっとやりたいなと。ランっていう曲です。で、この曲はですね、カラオケに入ってるだけじゃなくて、数年前にですね、ニコ動でアースマラソン応援歌っていうのを募集してまして、で、僕応募したんですよ。そしたらですね、準優秀賞になりましてね、それで土屋さんっていうね、昔電波少年っていう、テレビ番組伝説的なのプロデューサー、ディレクターをやってた土屋さんって方がいるんですけど、その方が関わっててですね、ちょっとその人の旅費を出してもらって、そのアースマラソンの凱旋ライブ、寛平さんが大阪に帰ってきた時のライブにね、ちょっと招待してもらったりとか、そういったドラマも生み出した曲ですね。